はい、どうも、おはようございます。FX オリガルヒと、そして速可塾限定動画をご覧の皆様、今日のテーマはですね、FX で月収を10倍にする方法という形でございます。まあ、10倍ってことはね、現在 FX で収入を上げていなくてはいけません。FX でマイナスの人は、やっぱりね、10倍にマイナスが膨らむってことはありませんけども、さすがにね、マイナスからプラスに転じるってことは、今日お話しする方法で得ることはできませんので、 まずは FX で月収を1万とか2万でもいいですから安定させてください安定したら今回の方法を用いてその月収が10倍になりますまあ10倍っていうのは目安ですけどもね分かっていただければと思いますけども例えば数倍とかね20倍とか30倍っていうのはあり得ます振れ幅は結構大きいですけども確実に今までの収入がぐっと増えて楽になること浮き合いでございます本当そのためにもねレンジオプションを昨日もちょっと講義を設けましたけどもマスターしてもらいたいんですよ レンジオプションができると、まあ利益は出るようになりますから。その利益が、例えば週間で1万円とかでもね、月間で3万でもいいんですよ。そこまで来るようになったら、あとは今回お話しする方法を用いて10倍にしてくださいということなんですけども、じゃあ早く教えてくれよ、その10倍にする方法ということですが、今、冷やしを見ていただいてるでしょ。もう焦らなくてもね、お話ししますんで。冷やしを見ていただいて、こういう風うなチャンネルラインが引けてるわけじゃないですか。で、私言いましたよね。今週は、 上に向かう圧力があるんですよと、今週はね。だから今週は迷ったら、倍で入ればあの、とりあえずいいんじゃないかってことを、デイトレード、冷やしで勝負する方には申し上げました。まあ冷やしで勝負ってことは、基本的には1時間軸でのエントリーなんですけどもね。でもね、私はね、1週間っていうポジションを持ってるわけですよ。ね、1週間ってポジションね。じゃあ1週間というポジションを、月曜日にお金を入れて、金曜日に決済するわけですけども、 基本的にはね月曜日に入れた金額の上か下かでこれ勝負してるんですよで今回はお話したように上に向かう圧力がありますよって言ってるってことは月曜日に倍でエントリーしてるわけですよ私はねで私のコンサルを受けてくださってる方も同じような判断をしてると思います私が指示してるわけではありませんけども1週間の流れがこれは上だよねっていうふうにこのチャンネルラインで感じるわけですよ、ね、ずっと上でしょ。だから、 この間中ずっと私もそのコンサル生さんもずっと週間で利益を上げてるんですよね。実はね、そっちの方がメインなんですよ。FX ってのは。デイトレードで練習をするんですよ。で、1週間っていう単位でエントリーとエグジットをすると基本的には1週間やることがないんでこうやって相場解説を細かくね、皆さんにお届けできるという立場になります。はい。えー、というのがね、えー、今日の結論でございます。じゃあそれとは他に やっぱりデイトレードの講座もやっていかなくてはいけませんのでここからがいつもと同じ相場解説になります時間にして4月20日の朝6時ですよね今お話したようにずっと冷やしでは上の方向に向かってますそれで一瞬下に下がるよっていうのをねまたこれも週の頭に言いましたけどもそれがねえー、水曜日だったっていうことですよねはい私はね月曜日かまあ火曜日くらいに来るかなと思ったんですけどもやっぱそこまでは 正確にはパチッと当てられないかなと思います。でも全体的には右肩上がりなのは変わらないでしょ要線ばっかり出てますからね。はい。えー、ということで、えー、この冷やしは上昇傾向にあるよっていうのは変わらずです。じゃあ次です。4時間を見ていきますね。4時間はなんとかかんとかトライアングルっていうお話をしました。そこの、えっ、ー、と、線がここでブレイクアウトしますよって言ったらブレイクアウトして今ね、上に向かうための波動を描いてるんでしょこうやって。 全部だからシナリオ通りになるじゃないですか1週間が分かるわけですからあのデイトレードとかね、うん、1日足とか4時間とか1時間ってのはもっと見やすいわけですよただしそういうふうな局地戦ではあの瞬間的には負けはありますよロスカットっていうの私も放送してる通り受けてますからねでも結局は1日単位で見たり1週間 <laughs> 失礼しました一週間ライで見たり1ヶ月単位で見るとプラスになってるわけですよ都合年間単位でもプラスなわけですよ で、大きな年間のプラスがそこにあるってことなんですよね。で、基礎の基礎ってのは、やっぱりね、1日足じゃないや、デイトレード、1時間軸を用いたデイトレードでどう儲けてるかっていうのが基礎になりますから。はい、ちょっとね、1時間の話はもうちょっと後なんですけども、この4時間を見ると上に向かってるってことが分かると思います。はい、じゃあ1時間の話をしましょうか。ここが皆さんのメインになりますね。じゃあ、 一時間足はどういうふうに今推移してるのかってことですが、今までは昨日までの動画を見ていただければわかるように、ここがレンジだったわけでしょで、上に抜けたわけでしょ上にね。抜けたってことは今度、レンジがここに来てるわけですよ。黒で補正すると、上底の根拠はここ、下底の根拠はここ、そして、新しい今日から始まるボックスがここにあるよってことです。で、昨日まではここだったんですよ。ね、その根拠ってのが、 ここが天井、さらにここで補強されてここが下の線になったでしょで、昨日はここからエントリーしましょうって言ったわけじゃないですかそしたらズバーンとこれ取れたわけでしょで今度はここまで戻ってくるかなと思ったら戻ってこずに新しい底を作ったんで新しくレンジを設定したわけですよでしかも前回のレンジとちょっと上に上がってきた上に押し上げる圧力があるからですよねちなみにこの前のレンジはどこだったかっていうとここなんですよ この話ももう懐かしいですよね。このレンジでうごうごしていて、で、結局、ここを突き破って、ブレイクしたわけでしょ。ここと同じじゃないですか。ね、ここの動きと。こう来て、こう来て、ここでエントリーして、上から下まで取ってね、上から下まで取って、そのままの勢いでブレイクしちゃった。そのままの勢いでブレイクしちゃったわけでしょ。こういうふうに、どこでも同じなんですけども、似たような感覚で、一週間の、 上上に押し上げるる圧力がある時っていうのははブレクだから上に抜けることだけ考えていけばこうやって肝心なブレークアウトも取れていけるし決断も早いんですよああブレークアウトしちゃったなとここでセルかけたけどもロスカットして早く倍で入んないと同じような考えですねここもで下に抜ける時っていうのは慎重になるわけです下に抜ける時っていうのはいわゆる騙しっていうのが起きやすいんですよねだから別に決済しないんですよちょっと前にそういうこともありましたよね 下に抜けたんだけども、決済せずにほっといたら、結局、揺り戻して上に行ったみたいなね。これ、先週の話だったかな。はい。こういった形で攻略していっていただきたいと思います。じゃあ、今日も頑張っていきますよ。今日も、今日も、レンジ内オプションでいきます。今のところポジションは、なかなか持てない状態なんで、もうちょっと動きの様子を見ながら、木、金と勝負していきましょう。はい。お疲れ様です。